ゃなかった。で、カメラ始まりました。6時になりましたね。はい。2月、今日は3日ですか。そうです。2月3日、大阪ミナミの無料案内所インフォメンから全国へ発信、世界へ発信とインフォライブよろしくお願いします。お願いします。よし。今日は、サブ MC でもおなじみですね、はい、どっちですか。フリーザー。あ、よかった。ここでもしまた名前が出たらもう早速ぶん殴ってやろうかなと思って戦闘力をかけて殴ってやろうかなと思ってましたけどね。よかったです。フリーザーさんです。お願いします。お願いします。お願いします。どうですかフリーザーさん、まあ、寒い日々が続いてますが、うん、こうパッとこの角度から見てら乾燥してるっすね。そう、結構乾燥してるっすね。カメラでちょっと分かりづらいかもしれないけど、はい、もう全身ちょっとカサカサして、ね、あ、全身着てるんですか、うん、もうこれ、あ、これ粉吹いて白になってるから。え、もうやばいっすよ。もうじゃあそれもう真っ白、もう雪みたいな服状態ですねいや、ほんまにいや、そんな乾燥してるんですか。まあ、乾燥の時期ですからね、まあ、僕も、この時期なんで、まあ、いつもイソフラボン、うん、塗ってますよ。あ、そうなの。僕はあれ見た目によらず女子力高めっていうねところをちょっとこうなんていうんですか、ポイントにしてるじゃないですけど。またな、ヤンキーみたいな髪型になってないな。あ、そうですね、そうなんですよ。お気づきの方いらっしゃるかもしれないですけども、うん、関西のおばちゃんみたいな髪型になりました、はい、関西のおばさん髪型ね。なるほど、はい、ちょっとパーマの方を当てまして、今日は、今日出勤したら、えっていう顔されましたね。でも、結構ドヤ顔できとって。はい。俺今日パーマ当てたどうやっていう顔はしましたね。はい、なるほどな。そうっすね。もう少しこう伸びてきたら自分の理想に近づくかなみたいなナルシスト発言をここで一旦戻しておきながら、ですね、まあ、早速今日はこちらのコーナーに行きたいんですよ。じゃん。今日はどないやねん。どないやねん。はい、これを出して、今からまあ、時事ネタなどを配信してたんですが、うん、もうそんなことで目を配ってる場合ではないと。なるほど。今日は、まあ、いつ喋んねやと思ってたでしょ、うん、この変化に関して、うん、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、映像の方が滑らかになりました。クオリティが上がった、はい、各々放送から滑らか放送ということでね、今コメントの方もちょこちょこ来てるんですけども、事情があってパソコンが遠すぎて全くコメントが見えないという全くコメントが見えません。そうやね。僕一応ね、コンタクトを入れてるんですよ、目悪いで。で、一応強制視力 1.2 と診断されてるんですが、 1.2 の視力を全く活かせてないコメント。ちょっとカクカクしてないねって来てるから。ほんまですか、うん、見えます。うん、見えます。大丈夫大丈夫。ほんますか。これ一応今週から、パソコンの方が新しくなりましてですね、うん、で、今日はいつも通りの放送になるんですが、この今日はどないねんっていうパネルももう必要なくなるという噂が。そうです。お写真を挿していくことで、なんでこの映像の上にこの今日はどないねんっていうテロップを貼ることができるっていう。あ、そう。はい。なんでもうこんな原始的な方法はいらなくなるっていうね。なるほど。っていうところで、ってことはですよ、うん、動画も載せれるっていう。どういう動画載せちゃうのっていうとこ。そうですね、まあ、フリーザの戦闘シーンを永遠載せてたらいいんじゃないかなと俺の時は。はい、そうですね、戦闘力53万のゆえんを見していけばいいんじゃないかなと。どんなもんなんかと。そうです。実際地球にいる戦闘力53万たらどんなもんやねんっていうところで、うん、はい、まあ、まずはだから僕相手にどれぐらいができるのかっていうところですね。どうなんですか、パンチングマシーン何キロ出るんですか。この間軽く殴った時に524ぐらい。524、やばいですね。それはあれとマイク・タイソンのぐらい、マイク・タイソンの右ストレートぐらい出てるっすよ。それ。あ、そうなの、はい、出てますね。だってあれですよ、マイク・ベルナルドのローキックがフルスイングで1000出るんですよ。そうなの。1トン出る。1トン出るんですよ。1トンのキック。1トン出るんですよ。そうなの。俺出るかな。1トン出るんですよね。ちなみに僕高校生の時に、キックマシンやったことあるんですけど、僕これでも480出たんですよ。あ、そうなの。もっちゃふん言うてね、ふん言うて480出すっていうってことを考えたら、軽く、それ軽くってどれぐらい軽くなんですか。軽く何時。いや、もう振ってるじゃないですか。もうちょっとそうアウトかな。そうそうそう。これだけで500ほど。もう殴るやつバインってなって、あ、帰ってきとったなるっすね。あれのダダーンっていう音がまあいいですからね。そう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 。まあ、こういう滑らかな放送を送っていけたら、ただの今のフリーザのこの動きもむっちゃ滑らかやったんじゃないかなと。今まではね、こっちで行ったこれの2秒後にこれが行われるっていう、映像の前で格差が起きまくるっていう、ね、俺の動きに残像が見えてたと思うけど。そうですね、今から本気の残像が見れるやつですねやばいですね、とうとう世界で初めて残像権を映像前で行う人が現れるかもしれないですね。そうやな。まあ、
今日はどないやねんで、あ、なんかコメント、あ、ちゃんとコメント流れるなってんねんな。いや、あれですね、あの新しいシステムになってからですね、あのちょっとこう試行錯誤しながらやっていくんですけど、これあれですよね、なんかこのさ、僕がこうカチカチ触りながら写真を差し込んだりとかやっていくんで、僕はあの喋ってるけどほぼ上座るみたいな、なるほどね、感じになったりはしますよ。考えずにじゃあ物事をこれからやっていくってこと。そうそう、ふわふわ喋り始めるんで、なんか全然結局どうなんそれみたいなあいつフリーザの質問の2割しか答えてへんぞみたいな、なるほどっていうことにはなるかもしれないですね。よかったですね。やっと俺の役割が出てきたか。え、今までもしかして隠してたんですか。俺がふわふわしてね。そうですね、ふわふわしましたね。あのいろんな見てる方からあのフリーザーふわふわしてるっていうのは聞いてたんですけど、そうそうそう、フリーザーのあのふわふわしてる、まあ、もいや僕はその中では、武空術してんねんって答えたんですけど、ね、ふわふわしていや浮いてるからな、うまいやん。いやドラゴンボール好きはね、僕講じてちょっとこれに関してはあのいつも熱く語って、あのなんか本人そんなにみたいな感じの空気漂ってるんでね、復活ナイフの話の時も誰よりも期待膨らんでた僕ですから、ね、ああそうなんです。そりゃそうじゃないですか、まあ、映画館で見てそれはそれはちょっと見させてもらいますけどね、うん、まあ、今日はどないやねんでしっかりこの映像が綺麗になったことをお伝えするとともに、ちょっと予告にはなるんですけども、うん、本日女の子の写真を非常に多く、お、はい、なるほど、ね、出してきております。写真ないんか、写真ないんか、死ねみたいなあのコメントがね、あの殺到していたんで、ただ、そうですね、写真ないんかみたいな、あのニコ生クルーズが来た時にこの写真を、並べ散らかすっていうところで、はい、もう女で釣るしかねえなっていうそういうことですよ。で、あの今あの用意してるんですけども、うん、今日あの放送がちょっと遅れたんですよ、3分ほど、うん、遅れたんですよ。あの女の子の写真出しすぎて遅れたっていうねもう見せたすぎて、ね、そうです、僕がもうあの厳選できなくてもう全部出せえ言うて、で全部出したら遅れたっていうねっていうところでまだあの加工作業が終わってないっていう。あ、なるほど。実はあのまだちょっとお顔出せない写真っていうのはあるんですよ、うん、ちょっとあのお仕事上あの使用承諾許可書っていうのが必要なわけで、あ、まあ、あの芸能人やからギャラが発生するみたいな感じですね。なるほどね。こうそこにはとあれに登録してるから顔を出すことができるみたいな、まあ、あったりするんで、山、あ、見えねえ、山崎イコールサタン、おい、今ミスターサタンの髪型で言いたんですかそうやな。っていうことは僕は今あれですよ、全世界でナンバーワンの実力をもう僕はヒョードルとトントンっす今俺っていうことを考えると僕は今ヒョードルとトントンっすほんま、はい、そんな力ある？ないっすないんや。ないっすね、母親に負けるぐらい。山崎イコールサタン俺サタンってあの悪魔の人なんかな思っとえ、今サタンをパッて言われてそっちのサタンが思いつくんですか、うん、ダメですねダメですよ。そう、サタンって言われたら多分世間体の7割はミスターサタンですよ。ほんま、まあ、今の10代の子とか分かんないと思うんですよ。20代以上はもうそれはもう金さん銀さんでもミスターサタンって言うんですよ。あ、そう、俺も最近あのパズドラやってるんだけど。あ、そうなんですか、うん、あれに俺もって誰と一緒に言ってるか分かんないですけどね。コラボしてんの知らんの。あ、ドラゴンボールとコラボしてるんですか。そうやで。お、それは知らなかったです。僕パズドラがパズル&ドラゴンやってことを先月したね。そうなの、はい、まあもう行きましょうよ、なんかコーナー。ええ、パズドラの話しひんの、ふわふわしてるわ。そんな知らんねやったらな、ふわふわしてんな。え、そうなの、そうなんで終わるやん。いや、知らんから聞きながらこう、それは言ってるんですけど、一緒にやっててくださいよ、僕のこの切り返し能力リカバリー能力2億と言われてるこの僕になんてことを言うんですか。リカバリーしきられへんかった。いや、もうほんまに今ので逃げられたことで言ってリカバリーしたくてもできなかったっていうね2億を持ってしても。あ、今日のインフォメニュースで画質を上げてみてくださいということ。なんかね、でもコメントでも結構皆さんが、ええ、今日は滑らかな。今あのそうですね、あのこれあの画質を良くするかちょっと動きを良くするかみたいなんで、ちょっとずつこう動かしながらやっていけるんですね。ちょっとこう画質の方を試してみたらどうですか。やめてくださいよ、ダンスを振らないでください。前やったやんか、あの時でも多分映像としてはカクカク。そうですね、あのここにあった点が急にここにあるみたいな動きだったと思うので、そう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 、それ考えたらダンシングフィッション族やってもいいかなと思うんですけど、じゃあ今日10票ダンシングフィッション族やってってきたらやります。ああ、なるほどね、はい、それ僕はあの10票カウントしきれへんまま30分終わったのかなと思いますではでは、じゃあ次のコメントやる、次のコメントやる、次のコーナーいきますか、じゃじゃん。僕ね、このコーナー大好きなんですよ。じゃじゃん、今週の気になるあの子です。まあ、映像を見せる前にね、ええ、あのさっきの方がいいかもっていう画質がね。画質がすか、うん、あの、まあ、今から画像を見せるのにちょっと見づらいっていう人もおる、はい、あ、まあ確かにね、さっきのに戻そう。どれに戻すんですか。
最初ね、最初で出力を、あこれをちょっと戻すんですか、うん、これあれですね、画質上げたんですよ、上げてちょっと見づらいって言ってる人、え、マジっすか、うん、あ、そうなんですか、ちょっと難しいところやな、ちょっと通常ぐらい、うん、じゃあ、まず今日の女の子はですね、今日の女の子はこれも僕結構これ大好きな女の子でして、やばたん、もしかして見てるっすか、やばたん、あの畜生がやばたんの畜生が見てるかもしれないですよ、それはよし、今名前書いてんかいっていうね、お声がちょっと聞こえてきそうですよね、パネルの方も用意してますよ、はい、どこ行った、ありますよ、お自分で持っとる、そらそうやろ、ではでは、今日の気になるあの子ご紹介してください、じゃん、リノちゃん、じゃん、アラビのリノちゃんでーす、タイトルの方には入れさせていただいたんですけども、現在人気急上昇中と、飛ぶ鳥を落とす勢いというのはまさにこのことなんじゃないかなと、いやね、可愛いっすよ、ほんまに、なんかね、その写真がバッて出てて、うわ可愛いと思ったら横にすぐフリーズやから、ちょっとなんかすごい、ほんまどっちが可愛いか全然分からんな、どっちが可愛い、100ゼロでリノちゃんでしょ、ほんま可愛さのかけらもないですよギャップ萌えとか言われたいっすかギャップ萌え言うてね、そうやな、どっちが可愛いプチモニみたいな、ね、何言うてるんですかまあそういうわけでですね、リノちゃん今日は特集していこうかなと、うん、思うわけなんですけども、なるほど、どうですか、フリーザーの個人的にリノちゃんとの面識はあるんですか、何回かあんねん、あ、そうなんすか、でも、俺ちょっと焼きもち焼いてんねんけど、はい、あ、ニコ生クルーズ来てるっすよ、ニコ生クルーズ来てる、今来てるもん、ニコ生クルーズ来てる、まもなくニコ生クルーズが到着しますよ、で、あ、来た来た、クルーズ来た、クルーズ来た大阪南の無料案内所、インフメンと申します、本日は RIP のリノちゃん、大阪南のキャバクラの RIP のリノちゃんを特集しております、誰やねん、それをこれから説明していきます、はい、やばいパクリ言われてるデリじゃないです、ただねデリの紹介は、やってくれますよ音声ぐらいちゃんとやれ、あ音声のあれがちょっとまだ調整できてない感じかもしれないですね、フリーザーはやっつけてきて、戦闘力53万に勝てる人間ではございません関西弁結構受け悪いっすよね、公平って言われてますよ、幽閉じゃん、幽閉って言ってますよ、幽閉ってニコ生クルーズが去っていきました、さあこれで何人ほどリノちゃんで釣れたかっていうところをちょっと確認しましょうか、リノちゃん非常に申し訳ないですけどね、この方にはね、ちょっと動かんかった箱、あ、10人ほど、結構、はい、10人ほど動かしてくれてますね、ありがとうございます、ではこのリノちゃんの方に個人的に面識があるというところまで話が言ってましたけど、山崎さんがね、はい、僕も一緒におんのに、はい、なんかリノちゃんが山崎さんと笑顔で話してるのを見ると、何内心ぶっ殺してやりたくなった、もうぶっ殺してやりたいっていう気持ちはほんまに、山崎さんって関ジャニのあの人に似てるね、僕これね横山君似てるって言われたことあるんですよ、あ、なんかでもこう遠目で見たら雰囲気似てるわ、言われたことあるんですよね、そうなんですよ、ほんまな、横山君に失礼やけどな、ほんまにね、僕もあの人の写真を見た瞬間に愕然としましたね、あんま似てないな何俺の方がおもろいって、いやおもろさで言ったら負けへんですよ、あと関西弁でしょ、関ジャニでしょ、確かに、ね、東大阪かなんかなんですよ、あ、そうなん、近場なんですよ、あの人、その時点で僕は投手を思い出してますね、あ、そうなん、ノック横山、いやノックって、いや僕はセクハラしないですからねで焼き餅の話に戻りますが、うん、僕はね、そんなシーンあれありましたっけ、そんなシーンありました、あったあった、いつっすか、あれいつやったっけな、店立ってる時に、はいはいはい、たまたま通った時かな、はいはいはい、ずっと可愛い可愛い言うとって、あ、はいはいはい、で連れてきてくれたんかな、ほう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 、その時、お、俺もあれからも結構根に持ってんで、根に持てるんですか、うん、今までそんなことみじんにもとさんかったのにねそうやね、まあ、そんな根に持ってる方をさておき、僕は結構何回かそういうことでお会いする機会も増えましてですね、うん、まあ、向こうも僕のことを覚えてくれまして、うん、出勤途中でこちらをニコッとちょっとこう笑いかけてくれて、じゃっつって、なんなんちょっとにやけた感じムカつくわ、僕は店前でその瞬間の鼻の下は2メートルになってるんですね、ニューになってるんですよむちゃくちゃ伸びとるっていうね、口の下は、口の下するあごもともと伸びとるっすよ何言わせるんですか何を言わせるんですか、バレるじゃないですか、ちょっと画質上がってあいつしゃくれとんなってバレるから、ロングロングアゴ、昔あるところにですか何を言ってるんですか、昔からあご長いっていうことは、いやこれは最近言われたんでね、
顎長いことに気づいたのは20になってからっていう、まあ、RIP のリーダーちゃん、僕はあの、うん、なんでおすすめなのかっていうとね、うん、この場合あれなんですよ、あの大阪とか関西の出身じゃなくてですね、広島やったかな、広島か岡山かなんかそんな感じの、あ、そうね、そうなんですよ、あの中国地方の釈山、なんちゅう名前をつけるんですかまあ、そうよく尖って見えます、ありがとうございます、まあ、あのそれだけ顎の下何メートルな 4.8 メートルですねまあこの数字を今急に出たの理由もないですけど、まあ、あのこちらの方があのその方便であるというところで、あの僕らはまあ大阪にいてるんで関西弁非常に聞き慣れてるんですけども、なんちゃらやけとかね、はい、そういうところがやっぱ非常に可愛いなと、方言がね、はい、そうなんですよ、あの今日めっちゃ寒いけ風邪ひかんときやみたいなこと言われるんですよ、いやもうね風邪ひきましたよ逆にだから先月に回も風邪ひきました、発熱して風邪ひきましたよその可愛さにほポッポしたっす体が。で、あとあの何がいいかっていうとね、あのやっぱあるじゃないですか、こう水商売ならではのこう裏表みたいな、こう表じゃ結構なんかニコニコしてるけど、やっぱ裏ではなんかみたいなあるじゃないですか、あ、ある、ね、女の子のヒールの先っちょ折ったりしてんじゃんみたいなあるじゃないですか、ドレスにうんこつけたとかね、あるナイスドレスにうんこつけたら聞いたことないですね、なかなかない、そうですね、あの個人ロッカーに私物入れてきよったとか、ね、あるかもしれないってところを考えたら、スタッフからの受けも非常にいいっていう、あ、そやね、はい、うん、あの女の子同士でもあのリノちゃんは悪く言う子がまあいないですね、うん、ってことを考えたら、やっぱあの誰にもあの誰とでもこう平等にお付き合いしていただけてるんじゃないかなというところも含めて、非常に人間もできてるなというところで、うん、あとプラスこの子に会いたいという方もちょっと増えてきたなと、あ、そうです、やっぱ案内所に来られる方たち、でもどうせ彼氏はイケメンか金持ちなんでしょ、彼氏いないって言ってましたよ、うん、それいつ撮ったっけ、一昨日ぐらい、一昨日、僕は先週、違う、先週、もうすぐバレンタインですね、バレンタインあげる人いるんでしょって、そんな本命のチョコなんか長いこと作っとらんけ、またそこも僕発熱しましたよ発熱しましたね恋の病の、はい、発熱しました、僕それ以来ちょっと喉が痛いっていうね、はい、次は喉から来てるんで、あの便座ブロック、でもお高いんでしょの人来た来てくれました、でもお高いんでしょの人、なるほど、あのこちらのお店ですね、あのこれインフォメニュースの方でもあの一度何数度あのお声かけさせてもらったんですけども、うん、現在あの半額近くのお値段になってるんで、片手を切るお値段になっているというところで、うん、でこれオールタイムやってくれるというわけなんで、一応オープンは8時半9時ぐらいには女の子揃ってるんですかね、あ、うん、で、 あのでリノちゃんあの、まあ、人気もじゃんじゃん出てき始めましたんで、ちょっとこうお客さんが他の指名をしているとかも出てきたりもするんですが、出勤が、収録、おリノちゃん、そりゃ収録バンバン指名入ってるっていうことはないです、さすがに、お店が休みの時以外は来てくれてると、そういうことですね、うん、はい、であの前あの一応営業終了の1時まで、うん、あ気を置いてるんで、まあ、いつ来てくれてもあの問い合わせは可能であるというところで、行きたい時にいといてくれないとね、そうなんですよ、やっぱ来てみて聞いてみて、おらんのかいみたいな、うん、どないなとねん言うて、でまた次来ておらんのかい言うて、ちゃう子行ったら、おあいつ可愛いやんけって、結局その子行かへんのまあそれだけ女の子いるんですけどね、ほんまに、はい、あのリノちゃんの方であのせっかく、まあ、案内所ではお試しということもできるんで、お試し指名ですね、あつけれるんやね、あのキャバクラ女の子が3回転していくんですけども、うん、別の人が初めましてで来る中で、まあ、誰来んねん誰来んねんとこうそわそわする中で、じゃあ僕たちの方から確実に可愛い子1人ご指名で入れさせていただきますと、なるほど、失敗しない制度をご用意してるんで、そこであのリノちゃんお試ししていただけると、はい、お試ししていただければ、なるほどね、案内所に指名回しがねいますからね、おるってことか、そういうことですね、今のちょっとコメント来てるんですけどね、うん、ちょっと中途半端のところに僕が画像置いてるんでコメント見れないですよね見れないですね、どっちの子かなみたいな、その子でリノちゃんを選べば太いのブサイの選ばんでいけるっていう、もうそういうことです、そう、まあ、ちなみに RIP に関してはですね、あの美女率が基本的に高いんで、いやそうやね、ほんまに外れっちゅう外れ出ないですね、うん、あとスリムな女の子も多いんでスタイル良し、あのデブが出ることもまあないですね、まあ、そういうところでもあのタイプですね、ちょっとやっぱ20歳ぐらいのこう可愛いロリ系の女の子が好きな方もいらっしゃれば、うん、まあ、25、6ぐらいのちょっとあの落ち着いた綺麗系のお姉さん、ね、まあ、30に近いあのお話の分かる教養のあるお姉さんっていうのをあの選んでいけるんで、うん、そういったところではあの接待だとか、宴会だとか、まあ、そういうところであの様々なシーンでこう合わせていけるというところではね、でプラスは RAP に関してはあの大体全て揃ってるっていうところで、はい、女の子は非常に探しやすい中でも今日はリノちゃんに
注目していきたいなと一押しで、いうところなんですよね。あのちなみにあの今日これをやったよっていうことは太田は絶対に言うてやりますね絶対に言うてやります。あれもう真っ先に自分の株上げたろう思ってる。そりゃそうですよ、今日も発熱しますよ39度2分RIP のリオちゃんでした。いやいや、はい、やっぱこの子の話をしてるのはあれですね、もう時間がこうも足らないですね。そやな、時間が足らんすね、ほんまにポンポン出てくるもんな、何分あっても足らんすね、うん、そして先ほどお話しさせていただきました、うん、こちらインフォメニュースニュース、まあ週明けですからね、週明けですからねって言ったところで別に今何も言うことはなかったんですけど今週明けですから言うたあとなんかさかそかな思ったら別に何もないな思って、まあ今日は節分の日ですよ、そうですね、あれですよ、豆まきですね、うん、やったんですか、豆ぐらいじゃねえ無理でしょ、銃弾を担当やめてやな、ふにわしとつまみたいな、さすがに俺も心までは鬼じゃないから、いやまさかそんな、なんか昨日とある場所でブスいじってたんでしょ、え、そんなことないよ、いやなんか言うてましたやん、フリーザこう見えてもね、あれとキャバクラとか結構好きなんでね、うん、あのキャバクラ行くと結構全力で楽しんでいただいてるんですけど、本気出すから、ね、本気出すっすか、本気出しすぎて顔面破壊したことなかったっすかどういう大丈夫ですか、ね、気合でブーンになってブランデーパシャーとかならないですか、それは大丈夫、大丈夫ですか、うん、気合で吹っ飛んだみたいな、大丈夫ですか、だからそんなフリーザが大好きなキャバクラで、はい、うちで扱ってるキャバクラもですね、今こんなイベントじゃん、コスプレイベント、コスプレ、どんなコスプレやっとんねんっていうところなんですけども、うん、そもそもこの時期なんで急にコスプレやっとんねん、はおみたいなとこあると思うんですけどね、うん、コスプレをやってるのはあれなんですよね、お化けナイトみたいな、お節分のところで、まあ、鬼やったりとか、うん、そういうところの、にちなんだところで、今結構ダンスクラブでもそういうイベントやってますね、女の子がゾンビの格好してきたりとかしたらこう無料とか、うん、でキャバクラでも各店いろいろやってるんですけども、今日はですねどんなコスプレやってんのかちょっと見せていこうかな思って、お気になるのね、写真ね持ってきましたよ、出します、そやな、ちょっとな、ちょっとっすか、うん、ちょっとでいいですか、ちょろっとちょっとでいいですね、じゃあここまで、うわもう全然見えへん全然、じゃあここまで、うわちょっとなんなんそのもうじらしてくる感じ、うん、見せるよ、ではむしろあれなんですよ、女の子まだ顔出しの方がね、うん、まだ許可取れてないんで、なるほど、その点でちょっとお顔の方は雰囲気だけになるんですけども、はい、全体の服装をちょっと見ていただいたらいいかなと、じゃん、どうですか、見えるかな、じらし、いやまあね、26になったらじらしを覚えるってわけですよじゃん、まあこんな BS 感じのこと、逆にエロいね、これは何コス、おそらくナースコスプレだと思います、カラードじゃん、天女、天使、女神いただいてますね、ニコノワユーザーで、あ、こっちも尽くすよ、こっちも尽くすよ、こちらバニーコスプレですね、じゃん、はい、犯罪者、言われてますよ、俺ですか、そりゃそうでしょ、殺害した人数2万人ですもんねこちら、いやセクシーやな、はい、こういうコスプレの方をね行っているというところで、皆さんにも楽しんでいただければなと、まあ、これ以外にも囚人服、ちょっとセクシー囚人服、へい、そこのウサギちゃん人参食わんねん、その人参下ネタやろその人参下ネタだろ本当にもうニコ生ユーザーさんさんに非常に下ネタの方が血気盛んで楽しい話ですよ、うん、そしてですねもう一つイベントがあるんですけども、はい、こちらのイベントはですね完全に食というところに、なるほど、はい、ちょっと特化していただいてですね、今節分で食うもんって言ったら何食います？人間言うとあかんすよ、でんで言うとあかんすよ、でんで言うとあかんすよ、巻き寿司、巻き寿司、それですよ、もういきなりイワシ、イワシ食うんすか知らん、まあ豆をどしの数だけ食べるっていうのは聞いたことあるんですけどね、うん、こちらじゃん、ラポッチャ恵方巻きイベント、まあ、EV って書いてもらったんでエレベーターみたいなと思うんですけどね、新たな商品かと思ったな、え、EV ってな、 EV、 男性の機能が下がるやつは何ですか、 ED、
なんちょっと嬉しそうに言うんですか。ED って書かなくてよかったで、いや僕が ED に困ってないからと思いますね。何言わすんですか。じゃあ伊藤のイベントこちらです。はい。写真用意してみましょう。その福原ポッチャ、ポチャハピープライス。1500円。価格は税抜き表記です。1500円。ラポッチャ、ラポッチャ知らない人もいて、まだいてはる。あ、ラポッチャ知らない人いらっしゃいます。ラポッチャ、ポッチャってですね、大阪南初、あの大阪発、関西発と言われるあのポッチャリ専門キャバクラですね、平均体重90キロ。首ない、顔来たらすぐ乳が来ます、ここに。それぐらいはい、ムチポチャの女の子たちが入れている、あれですね。なるほど。ミケポ、たかない、いやまあそうなんですよ、若干あのお値段はするんですけど、気持ちいい。ただその分、非常に太い、でかい。あブンみたいな、首ない、くびれがないねんな、この恵方巻き自体に。もともともう巻き寿司にくびれ自体がないでしょ。何言うてるんですか。まあその生半可なもんじゃないと。生半可なもんじゃないってことですよね、うん、ええ。そういうわけで、こちらの、ラポッチャの方でも食に携わるイベントやってるんでね。なるほど。この全部含めてもうラスト10秒ですよ。女の子の話しすぎて。来週はちょっとニュー山崎のダンソン